見すると他人との関わりが少なくて不愛想に見えるかもしれへんけど、自分の考えや行動の軸をしっかり持っている人が他人から魅力的に映って好かれる傾向があるってことやな。お疲れさんやで。ワイはここの氏神のプニス注文やで。ほな今日もコミュニケーションに関するみんなの相談乗っていくで。今回はどれにしようかな。ほなこれにしようか。私の友人で人間関係にとても無頓着な人がいてるんですが、なぜか周りの人からは好かれています。友人との付き合いもそれほど多いわけではなく、会社でも飲み会とかもあまり出席はしていないみたいで、どちらかというとコミュニケーションがうまいとは思えないタイプなんです。かなり自由気ままな性格だと思っているんですが、どういうところがみんなから好かれているのかが気になっています。直接聞いても別に何も気にしてないだけと言われて、余計に謎が深まっています。なぜ友人が他人から好かれているのか、その秘訣を教えてもらえると嬉しいです。なるほどな。この人の友人のどういうところが他人から好かれてるんかが気になるんやな。一見するとなんか特殊能力でも使ってるんかなって思うかもしれへんけど、この相談内容から見てもしっかり他人から好かれる要素が書かれてるのが分かったわ。というわけで今回は、実はコミュ力高い他人に興味がない人が他人に好かれる理由3選っていうテーマで、他人に興味がないっていう人でも実はその行為で他人から好かれている理由を大きく3つに分けて紹介していくで。これを見たらコミュニケーションや人間関係の対応の幅も広がってくると思うから、ぜひ最後まで見ていってな。というわけで早速ですが、先に結論として他人に興味がない人が好かれる3つの理由を紹介します。それぞれ1、他人に期待していない、2、他人を気にしていない、3、トラブルを自己解決できるの3つです。これだけ聞くとなんだか不愛想な人だなという印象を持つかもしれませんが、心理学的な考えも踏まえたちゃんとした理由があります。というわけでそういった理由も含めてそれぞれの内容をもう少し詳しく見ていきましょう。まず1、他人に期待していないについて、これはいわゆる本人が他人に対して何かを求めていないということです。他人に対して何か期待を抱くことは自然なことですが、それが過度になると期待が裏切られた時に失望感や不満が生じやすくなります。しかし他人に興味がない人はそもそも他人に対しても何も期待していないので、そのような失望感を感じることが少なくてストレスも溜まりにくくなります。心理学的な観点から見ると、これは自己充足的予言という考えと関係してきます。自己充足的予言っていうのは、自分が期待していることが現実になるという現象です。他人に対して特に期待を抱かないことで、相手に対してもプレッシャーをかけることがなくなって自然体で接することができるので、相手もリラックスしてコミュニケーションを取ることができます。その結果相手にとっても心地いい存在になって好かれやすくなるんですね。他にも他人に期待を抱かないことで、他人の意見や行動に対してある程度寛容になりやすくなります。そういった寛容な態度は、他人の失態や欠点を共有することができて、まあそういうこともあるよねといった共感や理解を示すことができるので、そういった態度や姿勢が結果的に他人に好かれるポイントになるんですね。そして次に2、他人を気にしていないについて、これは本人が他人にどう見られているかを気にしていないということです。多くの人は他人にどう見られているかを気にする傾向がありますが、他人に興味がない人はそういった心配をほとんどしません。その結果自然体でありのままの自分を表現することができて、それが他人にとって魅力的に映るんですね。心理学的な考え方で言うと、自己同一性理論っていう考えと関連しています。自己同一性理論っていうのは、自分自身がどのような人間であるかを理解して、それに基づいて行動することが重要であるという理論です。他人にどう見られているかを気にしすぎると自分を偽ってしまうこともありますが、他人に興味がない人はそもそもそういったプレッシャーがないので、自然と自分らしさを発揮することができるんですね。さらに他人にどう見られているかを気にしない姿勢は自信とも直結しています。自分に自信がある人は他人の評価に左右されることなく自分の価値を知っているので、堂々とした態度で接することができます。こういった態度が他人に対してもポジティブな影響を与えて、尊敬や信頼を得ることにつながって周囲から好かれる存在になります。また他人にどう見られているかを気にしないことで、他人の意見や評価に対しても過剰に反応することがなくなります。これによって冷静で理性的な判断を下すことができて、対人関係においても安定感を保つことができます。他人は他人、自分は自分という軸を持った考え方や発言が他人にとって信頼できる存在として移って、結果的に他人に好かれるポイントになるんですね。そして最後3、トラブルを自己解決できるについて、他人に興味がないということは、裏を返すとある程度の物事は自分一人で完結する能力を持っているとも捉えることができます。自分で物事を解決する能力を持っている人は自立心が強くて、他人に依存しない傾向が強いので、他人に対して負担をかけることが少なくなります。これが仕事ができる人と思われたり、他人に迷惑をかけないで自立した人と移って、結果的に他人に好かれる要因になるんですね。どうしても一人でできることには限りがあって、時として人に頼ることも大切にはなりますが、むやみやたらに人に頼るんじゃなくて、まず
は自分で考えて行動してみるという行為が他人から魅力的に思われるんですね。心理学的には自己効力感という考えが影響していて、自分が目標を達成する能力があるという自信や信念を指す考え方です。自己効力感が高い人は自分の力で問題を解決しようとする姿勢を持っているので、他人に頼ることが少なくて周りから頼りになる存在として映ります。また困難な状況に直面しても冷静に対応して解決策を見つけ出す能力も持っているので、信頼されやすくもなります。さらにトラブルを自己解決できる能力を持っている人は、問題解決のプロセスにおいて他人を巻き込むことが少ないので、対人関係においてストレスを感じさせることも少なくなります。自分の行動や決断に責任を持つことができているので、他人に対しても自分の考えや信念を持って接することができます。こういった態度が他人に対して信頼や尊敬を生む要因になって、結果的に他人に好かれるポイントになるんですね。まあ今回はこんなところやな。ほな最後に今日の話のまとめいってみようか。今回は他人に興味がない人が好かれる3つの理由について紹介していったな。それぞれ ① 他人に期待していない、他人に自分の過度な期待を押し付けずに寛容に接している。 ② 他人を気にしていない、他人は他人、自分は自分という割り切った考えを持って行動している。 ③ トラブルを自己解決できる、自分で考えて行動して問題解決能力を磨いている、の3つやったな。いろいろ紹介していったけど、要するに自分の考えや行動の軸をしっかり持っている人が他人から魅力的に映って好かれる傾向があるってことやな。こういう人は一見すると他人との関わりが少なくて不愛想に見えるかもしれへんけど、実はしっかりとした自分の信念や意見を持っていることが多いから、みんなも人間関係やコミュニケーションの参考にしてみてな。あとこの動画が役に立ったなと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価も頼むやで。ほなまたなんかコミュニケーションに関する悩み事とか相談があったら、この神社来てな。待ってるでー。